ロバート・グラスパーはアメリカ合衆国ヒューストン出身のアメリカ人のジャズピアニスト、音楽プロデューサー。2012年の第55回グラミー賞で最優秀 R&B アルバム賞をアルバムブラックレディオで獲得している。彼が最初期に影響を受けたミュージシャンは彼の母であり、かつプロのブルース・ジャズ・ゴスペル歌手のキム・イベット・グラスパーである。 彼女はロバートをベビーシッターに預けるようになるまでよく彼をジャズクラブに連れて行っていた。また彼女は教会でも頻繁にパフォーマンスを行っており、ロバートはそこでピアノを弾くようになり、また演奏を披露するようになった。なお、そのようにして演奏を行っていたのはバプティスト、カトリック、セブンスデー・アドベンチスト教会の三つの宗派の教会においてであった。 その後、ロバートは、テキサス州、シュガーランドにある、エルキンズ高校を経て、ヒューストンのハイスクールフォーザパフォーミングアーツに、入学。そして、ニューヨークシティのニュースクール大学の、ジャズコンテンポラリーミュージックへ進学。ニュースクール大学において、ネオソウルの歌手であるビラル・オリバーと出会い、彼らは共に、パフォーマンスと録音を始めるようになる。この在学中に、 クリスチャン・マクブライド、ラッセル・マローン、ケニー・ヤレット等とのギグを経験する。ロバートの最初のアルバム、ムードはフレッシュサウンドニュータレントより2004年に発売される。このアルバムはロバートの手による6曲と3曲のカバーによって構成された。グラミー賞、ありがとうございます。